世論調査などでポスト岸田への期待も高い自民党の石破元幹事長が単独取材に応じました。知名度、統一教会、ハラスメント、キックバックつってそりゃ40区みたいな話の中でやっぱり跳ね返せなかったってことですよね。島根県だけは一度負けなことなかったから、やっぱりそこで負けたってのはね、かなり深刻なことだと思っています。石破氏は今回の選挙戦について自民党支持層の比較的高齢の方の反応が良くなかったとした上で、今後は国民が不安に思っていることに正面から答える待ったなしの段階だと強調しました。また自民党総裁選への出馬については、全ての人が自分がやるときはどうするか考える責任はあると述べるにとどめました。